こんばんは。はい、こんばんは。聞こえますか？聞こえますよ。あれ、画面は映ってますか？画面はストップモーションですね。これでどうでしょうか？あ、おそうそうそう。あ、大丈夫ですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。ガチンコでお願いします。ガチンコでお願いします。いやー、よく眠れてますか？あ、そうですね。ちょっと寒くなってきてるんで。あ、そうそう。寒いといえば、はい、たまに、ブルゾンこうやって、ここら辺までやってるじゃないですか。はい、あ、そうですね。あれ、着てます。寒い時でしょ。寒い時着てますね。ね。あれはね、はい、そうなんですよ。部屋が温まるまでね、むちゃくちゃ冷たいんで。すごい寒い時ありますね、最近は。はい。いやいや。今日は、はい、なんと、西アクラソンの、山根さん。そうですね。山根さんは YouTube を始めた頃、筋トレの動画ばっかり出してた。1年前ぐらい、そうですね。ケンシロウとか、アワクランボーとか、非常に印象に残ってます。ね、だから、山根さんみたいに、はい、西アークラソンで起きたことを、いろんなエピソードとか物語を紹介するチャンネルみたいな。はい、まあ、テーマは西アークラソンだけども。はい。ジャンルはすごい多岐にわたるじゃないですか。あ、そうですね。いろんな。うん。ジャンル。はい。そうですね。こういう攻め方と、あと、ミスターさんみたいに、はい、こう、全部筋トレみたいなね。はい。本やりでいくみたいな、この二つのやり方があるんですよ。まあ、でも、はい。どっちにしても、9割ぐらいはそのポジションを守りながら、1割ぐらいはね、なんかこう、フランクな話題をやると、はい。そのが広がるのかなっていうことですよね。ああ、で今年はそうですね、そういう部分もちょっと広げていきたいと思います。はい、インキャシリーズってめっちゃ面白いじゃないですか。タイトルセンスが。インキャになってる。インキャシリーズをちょっと、はい、進めてみようかと思ってるんで。はい。そうね、この影響を受けた曲とかミュージシャンとかって、はい、共感してもらうことが多いと思うんですよ。そうですね、意外と。そうですね、好きな方からメッセージいただいたりとかあるので、はい。で、あとね、はい、この先月からピアニストの、はい、松潤さんっていうのさ、あ、松潤さん、はい、多分、音楽の趣味合うんじゃないかなと思って。あ、少しやりとりさせていただきました。あんな感じでね、はい、気が熟してやってみようかってことですから、はい、ああ、はい。ね、こういう形の対談してみたりとか。うん、そうですね、はい。松潤さんも、音楽をビジネスにしていくために今、はい、始められましたね。はい。で、その中で出会う方に感動とか喜びを与えてビジネスになっていくってことなんで。はい。ね、手探りの部分もありますけども、まあ、自分の好きをこうね、徐々に仕事に変えていくっていうかね。そうですね。僕も同じなので、そこは。はい。なんか、充実してきたなぁとね。以前はもう本当、ガチガチのビジネスばっかりで、速回塾は2017年に行ったんですけども。はい。はい、なんか楽しさとかね、人生をこう分かち合うっていうところは、今みたいにはやってなかったなと思うんで、なんか柔らかさっていうかね。はい。ちょっと余裕持ってやっていきたいところもあれば、まあでもしっかりとね、これをね、職業にしたいっていうのもありますよね。はい、あ、そうですね。できれば、そうですね。そうしたいですね。これはね、必ずなるんですよ。必ずなるんだけども、いまいちイメージが見にくいから、こう、向かう方向が決まりにくいんですよね。そうですね。うん、今のところそうですね。そうですね。うん。でもね、なんていうかな、40代とか、50代に入って、いや、健康に気をつけ、言いたいけど、うん、なんていうんですかね、ジムに通ってなんとかっていうのは結構ね、またハードルが、はい、
僕はオアシスって広島を拠点にしてるジムに通ってたんですけど。あ、そうですね。はい。月間1万円で、入会金はキャンペーンで、その時は、まあ無料だったんだけど、通常3万円なんですよね。あ、そうなんですね。で、毎月1万円ってのが結構ね、はい。まあ痛いといえば痛いんですけども、はい。まあ最初パーソナルトレーナーつけたんですよ。ああ、そうですか。はい、ね。5万ぐらいするんですね。結構高いですね。そう。でも、それ一月ですか？うん。一月。一月、2万円ってことですか？パーソナル。10万ですよ。あ、10万円ですか？ジムに行くたんびに、はい。こう、まあ、自分が入るときには、そのパーソナルトレーナーが必ずいてくれて、はい、ああ、一緒に。ああ、なるほど。すごい効果的に体作ってくれるんですけど、はい。自民党の会合で方向性を。どこから聞こえてるの？これを見ると。はい、すみません。アミスタイムさんは、ミュートの解除。アミスタイムさん、解除してください、音声。ミスタイムさーん。はい。あ、OK。解除できました。はい、はい、ご参加中の皆様、今日はね、私、久保哲郎とミスター M さんと、あともうちょっとしたらいらっしゃる山根さんね、この3人がマイクオンで、あとはすいませんけど、マイクオフでお願いしますね。で、なんですかね。まあ、お顔出されるのは、まあ、自由なんですけども、音声はすいません。なしなしで、3人のトークをお楽しみください、ということですね。で、まだ時間があるんで、ちょっと続きさせてもらうんですけど、パーソナルトレーナーが毎月10万で、そんな1ヶ月しか頼めないじゃないですか。はい、そんな、継続するの大変ですね。ね。でも、はい、パーソナルトレーナーの方に、まあ、言わせるとっていうか、仲良くなって話すと、はい、やっぱりそれを職業としようと思ったら、月間10万の契約を何人取るかっていうことらしいんですよね。ああ、そうですね。やっぱりそういう方は何人かいて、で、はい4人ぐらい取ると、まあまあやっていけるみたいな感じなんだよね。ああ、なるほど。だから、パーソナルの予約とかが全然ない時っていうのは、はい。明日やってるジムの練習生さんのところに、細かくメンテナンスに行ったりとか、はい、コミュニケーションして、はい。それでまあ依頼をいただくみたいな感じなんですけどね。私の場合はもう1ヶ月目からもうやってもらおうと思ったんで、はい。毎回細かくやってもらってね。ああ。ダメになって、で、はい。帰ってからもう食事のチェックとかしてるんですよね。もうライザップみたいに。ああ、なるほど。そこで、ね、見ていただけるんですね。そうそう。それあの人が待ってるなと思ったら、こっちもなんかこう、やる気になるっていうか、ね、全然モチベーションが違ったんですよ。はい、うん。で、まあね、体は作ることができたっていうか、その時は本当運動を20年ぶりぐらいにしたんで、はい。まず普通にジョギングするとか、うん、ダンベルを上げるとか、何か持つとかね。はい。はい、これにすごい勇気がいったんですよね。あ、もう基本的なことを やるっていうところですか。そうですね、うん。はい。で、おかげさんでその地盤が1年ぐらいあったんで、はい。その後、引っ越してきて今の住まいになってても、最初からジムを作ろうかなと思って、いろんなセットを買うことができたんですよ。お、山根さんだ。じゃあ始まるかな。はい。すいません、ミサイルさんと山根さん、ご挨拶を。参加したらね。はい、わかりました。山根さん、まだかな。こんばんは。はい。こんばんは。あ、山根さん、すみません。マイクがミュートになっちゃった。もう一回お願いします。マイクを解除。はい、そうですね。はい。差し支えなければビデオの方もオンにしていただければと思いますけども。あ、これね。はい。そしたら動画。ビデオ開始っていうやつですかね。そうですね。はい。それでいいんじゃないですか。おー、出た、出た。あ、はい。はい。あ、山本さん、こんばんは。あ、こんばんは、ミスター M さん。どうも、楽しみにしておりました。はい。よろしくお願いします。ちょっと若干緊張してますけど。ああ、そうです。はい。ああ、ほんとね。皆さん、じゃあ、ちょっと3分ほど、2分ほど早いんですけども、メンツが揃ったんで、スタートさせていただきます。今日はね、私が司会をするんですけども、私はほとんど喋りません。インタビュアーとして、
今日来てくださった山根さんとミスタイムさんに順番に質問しながらね、時間を過ごしていこうかと思います。テーマは、テーマなんですか？テーマは、マッチョになりたい。マッチョになりたい。マッチョになりたい。今日はね、筋トレ対談です。はい。うん。はい。ご存知のように、ミスタイムさんは、まあ、筋トレをね、追求して、丸1年。最初はね、ミスタイムさん、すごかったですね、はい、今思い出したら。まあ、そうですね。メタボ体型でした。うん。100キロ超えて、はい、その、失礼ながらね、ボーリングのピンみたいな形したんですよ。本当にね。そうですね。で、皆さん今、ビデオ見られてる方、思い出すと思いますけども、でも今はね、逆三角形のムキムキマンですよ。うん、それこそ、一日一日、一回一回、マッチョになる自分を信じて積み重ねた結果だと思うんですよね。そうですね。はい。で、最初の1ヶ月か2ヶ月って、目に見えた変化って、多分、ビデオ見てる方、YouTube 見てる方には感じられなかったと思うんです。でも、ミスター M さん、ご自身は、なんかね、思うところがありながら、お、ここはなんか動きがあったかも、ここはどうなんだ、みたいな、多分、筋肉と会話したと思うんですよね。まあ、そういったことも今日は聞けるかなと思います。よろしくお願いします。あ、はい。よろしくお願いします。山根さんなんですけども、山根さんはね、お忘れの方もいるかもしれませんけども、山根さんもね、YouTube で、それ動画とか、上げてくださってたんですよ。そうなんですよ。で、やっぱりね、40代になってくると、どうしても体の衰えとの戦い、引力との戦い、老いの意識っていうのがあってね、やっぱそろそろ鍛えとかね、いけんかなって気持ちになってくるし、あと、男としてね、もう一発ちょっと一花咲かせたいなみたいな気持ちで、とりあえず体作ってこうかみたいになっちゃうんですよね、なんかね。そうです。はい。そんなことで今日はね、山根さんも、そう、いろいろと振り返りながらお話をいただきたいと思いますけども、はい、じゃあ早速ね、私の方から、山根さん、そしてミスタイムさんの順番で、いろいろと聞いてみようかと思います。よろしくお願いします、山根さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんも今日はよろしくお願いします。よく来てくださいました。今日ね、1時間か1時間半ぐらいになると思いますけども、ちょっとお疲れのところ申し訳ないですけども、お付き合いいただければと思います。はい。ではね、山根さんからまず、自己紹介をお願いしたいんですけども、お住まいとかご出身、はい、そして、趣味や特技がありましたらそちらの方と、あとね、まあ、年齢というか年代ですね。どのぐらいの世代だよっていうのが分かるようにお話しいただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。岡山県有田郡西粟倉村の山根淳二です。よろしくお願いします。はい。そうですね。岡山県のね、県北、県北鳥取県とね、兵庫県の境にある人口が1400人ぐらいのね、小さな村に住んでいます。はい。それでですね、趣味と特技なんですが、趣味はですね、まあギターであったり、もちろんこの筋トレであったりね、あとバイクなんかもね、たまに乗ったりします。はい。それで年代なんですけどね、ギリギリ40代。ギリギリ40代。はい、もうすぐね、50歳になる男です。ああ。はい。どうぞよろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。ますじゃあ、ミスタイムさん、引き続きお願いします。はい、自己紹介。はい。皆さん、こんばんは。ミスター M と申します。出身がですね、東京生まれの千葉県育ちで、現在、は千葉県に住んでます、はいはい、で特技と趣味はそうですね趣味は最近はあまりなくて前はバイクとかに乗ったりもしたんですけども最近は封印してまして、まあ、今特技が、筋トレを継続することが特技になりました、うん、そうですねそれで、年代は現在40代の中年ですありがとうございます、はい。よろしくお願いします。ね。40代が揃い踏みしたわけですけども、じゃあね、山根さんからになりますけども、もともとその、YouTube をすることになったきっかけっていうのなんかあるんですか？はい。YouTube はですね、そう。YouTube を始め
たのはですね、2013年の頃に、まあ、アカウントだけはね、作ってたんですが、まあ、たまにギターの動画をたまに上げる程度だったんですが、いやね、こう、だんだん年齢がいくごとにね、なんかね、自分を変えたいというかね、その今までの自分、何にもね、こう、積み上げてきたものがなかったんで、うん、速稼塾に入ったわけなんですよね。2年ぐらい前にね。そうですね。で、はい。そこからですね、ちょっと師匠からもこういろいろアドバイスいただいたりなんかして、よし、ちょっと新しいことにもチャレンジしてみようかということでね、 YouTube をやり始めました、うん、ということで、自分をね、ま、うん、なんか今の自分からこう抜け出したい、何かをしたいという気持ちから始めました。はい、がきっかけということですね。はい、はい、ありがとうございます。山根さんはね、それで今、まあ、この前も放送させてもらいましたけども、まあ、収益化の一つのポイントである、チャンネル登録1000人達成してね、以来、またファンの数が増えているということで、はい、今は、もしかしたら西粟倉村の人口と並ぶんじゃないかな、みたいな、ね。そんなところまで来てる YouTube の村長でございます。ありがとうございます。それでは、ミスター M さん、YouTube 放送することになったきっかけを、はい、非常事態宣言中で恐縮なんですけども、はい、よろしくお願いします。いえ、とんでもないです。YouTube はですね、ま、僕も、まあ、ですね、ちょうどその、僕の過去が強制労働10年、それでそのうちホームレス5年っていうところが、まあ、個人事業主として、活動し始めて、はい、まあ、それでもいろんなことに挑戦してきたんですけども、ずっと収入の柱を増やさないといけないなっていうのは、個人事業主なんで、いつどうなるか分からないっていう部分で、うん、とにかく収入の柱を作りたいっていうふうに思ってまして、うん、まあ、それで、まあ、ネットビジネスに挑戦していく中で、うん、速稼塾にたどり着いて、はい、まあ、YouTube に挑戦してみたいなっていうふうに、うん、思って始めました。はい。そうですね。もうね、十分、肉体ができたという商品は、この体に埋め込まれましたね。まあ、はい。これ、すごいですね。でもね、やっぱり、1年継続するっていうのだけでも、凄まじいんですけど、早朝に、なんかモチベーション動画っていうのは、ね、切れ目なく送られてきて、はい、なんか、あれに、ね、続けさせていただいてます。ね、精神が鍛えられっぱなしでございます。本当お疲れ様でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ビジネスもしっかりと立てていきたいと思いますので、これからもね、2021年、ぶちまかしていきましょうね。はい、一緒に。はい。よろしくお願いします。はい。で、今度はね、山根さんに、ミスター M さんの印象をね、ちょっとお話しいただきたいかな。ミスター M さん、どんな感じですかね、山根さんから見て。そうですね。こう見た目はね、本当に、見た目というか、見た目もですし、喋り方も、こうね、言葉数も少ないんですが、このね、本当 YouTube も継続もすごいんですが、まあ以前のね、そのすごい経験をされてきた、うん、ね、その経験を活かしながら、この YouTube もずっともう続けていっているっていうね、本当に根性がある、いい男だなと、僕は思っています。そういう印象ですね、本当に。優しそうな感じでね。うん、なんか本当、気が合いそうな感じなんですよ。はい。ああ、そうでしょ。ありがとうございます。はい、気が合うと思いますよ、山根さん。これは、はい、うん。そのね、ミスター M さんの魅力がこれからね、ますますね、爆発するんで楽しみです。ねえ、じゃあミスター M さん、じゃあ、はい、簡単にですね、はい、山根さんの印象をちょっとお話しいただければと思いますけども、いかがでしょうか。はい、あ、山根さん、僕が一番最初に拝見したのはですね、1年前ぐらいなんですけども、ちょうど速稼塾に入って、久保さんの、配信されてる YouTube の動画に、山根さんが登場されることが多いなっていうんで、あ、塾生さんで山根さんっていう方がいるんだなっていうのが分かって、それで、動画を見に行ったんですね。そしたら、一番最初に僕が目についたのが、
ケンシロウをやってる山根さん、あとは、アワクランボをやってる山根さんに目が行きまして、すごい強烈なインパクトを受けまして、なんか面白いおじさん、おじさんって、まあ失礼なんですけど、面白い人がいるなと思って、それが第一印象で、はい。です。という印象ですね。はい。それからもうファンになってしまいました。ああ。ね、山根さんはね、ファンになるんですよね、山根さんのこのお人柄というかね。本当、西青倉村から発信するこの、なんか、似合いますね。ね、ありがとうございます。またお邪魔します。はい、また来てください。はい、ありがとうございます。はい、それですね、今日は筋トレというテーマなんですけども、山根さん。筋トレを今自宅でされてるじゃないですか。はい。まあ、野外でもされるかもしれませんけども。はい。まあ、筋トレをするきっかけってのはどういうところにあったんです？はい。うん、これはですね、うん、まあ、僕ね、もともと、まあ自慢ではないんですけど、まあ筋トレしなくても結構、まあ自分で言うのも恥ずかしいんですけど、この、いい体というかね、ちょっとムキッとしてたんですよ。まあ30代ぐらいはね。うん。でもね、ある時、全裸になってですね、鏡をふと見たときにですね、これやばいなと。はい。これ、おっさんじゃなっていう感じで、自分ではない気がしたんですね。はい。その鏡を見た自分を見てね、情けなくって、これはやらにゃいけんということでね、よし、筋トレをやらにゃいけんということで、もうネットでこの筋トレ器具をね、はい、買ってですね、もうそこからガンガンやるようにして、まあね、最近はね、ちょっと甘えもあるんですが、うん、ちょっと寒すぎてですね、はい、なかなかできてない現状なんですけど、はい、それが始まりですね。なるほど。はい、自分の体を見てね、うん、はい、気づきました。わかります。今の時期ね、ダンベル握ると冷たくって、やめとこうかってそうなるんですよ。はい。ね、はい。そんな中でもね、もう、着込んで、やってくれてましたよ、ミスター M さん。ミスター M さんの筋トレのきっかけは、もう私は何度も聞いてますけども、今日改めてお話しするとしたら、どんなところになります？そうですね。自宅でやり始めたっていうきっかけで言いますと、うん。まあ、今、世の中を騒がせているウイルスが発生して、はい、うん、その頃まだ、僕は普通のスポーツジムに通ってたんですけども、最初はね、そうでしたね。最初は、はい。そこで、閉館になってしまって、その時に、はい、うん。で、使えなくなってしまったんで、はい。で、ちょうど、まあ、YouTube も始めた頃だし、そこで、まあ、YouTube やる上では撮影もしやすいし、うん、まあ、時短にもなるし、っていうことで、うん、まあ、思い切って、自宅に全部器具を揃えました。そうですね。はい。なんか確か最初はジムからの映像だったんですよね。そうですね。一番最初の、うん、そうですね。うん。なんですけど、結構、撮影するのが他の方とか気を使わないといけないんで、はい。結構不自由だったので、うん、確かにね。ジムは撮影禁止だったりするし、人の体が映っちゃったりしたら申し訳ないし、いろいろありますよね。そうですね。うん、で最初はモザイク処理とかもしたりとか、もし映り込んでしまった場合とかは、はい、そういうようなことがあったりとか、結構大変だったんで、いない時間を見計らっていったりとか、結構撮影のためにそういうことをしてたんですけども、ちょっと大変だったので。そうですね。はい。でも今みたいに自宅になってみると、ものすごく楽にできると思うんですよ。はい、やっぱ結果的に良かったですね。そうですね、結果的には。うん。今のところ、撮影し放題みたいなね。はい、そうですね、やりやすいですね、撮影とかする分には。はい、逆に自宅に筋トレグッズがあると、はい、いつでもできるからいつでもやらないみたいな罠にはまりそうなんですけど、はい、その辺は大丈夫だったんですね、はい、結構ね。ああ、そうですね。そうですね、結構もう、スイッチが入ってたので、うん、続けられました。はい。またやっぱ毎日更新っていう意識があったから余計と、あ、今日もやらないとなって感じで習慣化したと思うんですよ。そうですね。久保さんとのやりとりもありましたんで、うん、そうですね。非常にいい、ペースメーカーといいますか、
はい、楽しかったですよね。はい。うん。あの、やっぱり動画を撮影して、アップロードして、視聴者数が3とか5とか10でも確実に見て返信してくれるっていうのはものすごいモチベーションになるんですよね、これね。あ、そうですね。再生回数がね、何回かあっても、何の反応もなかったら、これはこれで、なんだよ、みんな何考えてんだよって、ちょっと寂しくなっちゃうんですけども。で、確実に見てもらえる。一人でも、はい、そうですね。うん、ありますね。一人の方でも、メッセージいただけたりすると。はい。嬉しいですね。ね、今は、あの、山根さんもそうだし、ミスター M さんも、熟成さんが動画上げたら必ず見に行くみたいな、そんなね、ところもあるんで、多分、お互いに励みになってると思うんですよ。うん、はい。あ、もうなんか、すごくいい形だなと思います。はい、ありがとうございます。筋トレね。はい。はい。それでね、今度は山根さんなんですけども、はい、筋トレしててね、まあ、大変だったこととか、良かったこととか、両方あると思うんですけども、はい、今振り返ってみると、なんかこう、思い出になるものってありますかね。そうですね。大変だったこと。うん。ね、まあ、これはですね、筋トレの最中の話なんですけど、はい。こうね、筋トレでちょっと自信がついてくると、このベンチプレスなんかでもちょっと重たいやつに挑戦してみようということで、このね、結構ね、あの時何キロだったかな。僕は体重が60キロちょっとないぐらい、57キロぐらいなんですけど、マックスでこうベンチプレス上げれるのが80キロ1回ぐらいだったかな。すごい。その時ね、85か90ぐらいをね、やった時に、こう、もう上げれなくなって、ここに乗っかっちゃってね、危ない。どうやって逃げようかって、もう、いうことがもう、ヒヤッとしましたね。もう、なんとかもうそれをガッとどけて、この脱出できたんですけど、まあ、その後にすぐ、器具もね、このセーフティーバーですかね、あれをすぐに、うん、購入して危なくないようにやったんですけど、まあそれが一番、まあ、大変なことだったかなということと、良、うん、かったことはですね、はい、これは、うん、客観的に人がこう僕をこう見てくれた時に、うん、あれなんか今までとなんか違うねっていう感じで、あの体型にちょっと気づいてくれたというかね、はい、いやその時はねすごい嬉しかったですね。嬉しいですね。うん、それで結構またモチベーションが上がって、うん、結構服着ててもやっぱり筋トレとかしている人の体つきってやっぱりねこの違いが出るんですよね、うん、それがもうすごい良かったですね。ああいうことですね。はい。ああ、よくわかります。うん、はい、特にダンベルね、重いのやるとギロチン現象起きるでしょ。そう、危ないやろね。危ないです、危ないです。うん、ほんと、あれ、誰も気づかれずになんか死んでたみたいにしなきゃいけないんで、ほんとその辺は、早めにね、はいはい、軽い事故みたいなのが起きて、危ない危ないに気づけてよかったなと思うんですよね。はい、あとやっぱり肉体が変わるのは確かに嬉しいですよね。はい。なんかその、ダイエットしてる女性が、ちょっと痩せたところに気づいてもらえると、まあ嬉しいみたいな気持ちとなんか似てるかなと思うんですよね。うん。まあ、ですんでね、これからもお互いね、筋トレ仲間は、ちょっとお互いにこうなる、傷を舐め合うじゃないですけども、お、なんか、ええ体になっちゃうみたいな感じで、お互いにこう励まし合うと、やめずに済むかなってところありますよね。はい、ありがとうございます。はい、ミスタイムさんはどうですか、今までの、はい、ここ1年でもいいんですけども、筋トレやってて、はい、あ、ちょっと悩ましいなってこととかね、あ、これ良かったなみたいな思い出があったら、ちょっとお聞かせいただきたいんですが。はい。あ、はい、まず大変だったことからですと、やっぱり怪我が、何回かありまして、うん、まあ、そこで学びになったのは、まあ、初めてやる種目とかは、うん、フォームが、安定するまでは重いのをやったらダメなんだなっていうのを学べました。うん、はい、急にやるとやっぱ体が驚いちゃうので、結構その時にケアをしやすかったですね。怪我までいかなくてもちょっと痛めるとか、ちょっと筋が痛いとか、うん、そういうのがありましたね。はいはい。はい。で、良かった面は、うん、そうですね、もう、パッと見でも分かるぐらい、肉体改造ができたっていうところですね。まあ、10キロ変わると結構変わるので、うん、
その久しぶりに会った人に誰か分かんなかったって言われるぐらいなことがあったんで、うん、それは良かったです。良かったですね。はい。あと、まあ、習慣化できたっていうのも、うん、そう大きいで、大きいです、はい。大きいですね。はい。いや、これね、毎日見てる私でもね、すげえなと思ってますからね。いや、嬉しいです。すごい。で、特にね、分岐点だったのが、はい。なんか、力を入れたらお腹が割れて見えますみたいな、ギャグみたいな、はい。から、なんか、みるみる変わってきたみたいな、はい。あの時はまだ笑えてたんだけど。あ、まだ最初、あれは最初の頃。そうそう。そうですね。うん。はい、あそこら辺からね、なんかその、顔がこう、細くなってきて、肉体変わってきて、出るとこ出てきてって感じで、はい。バルクアップをなんか心がけてる頃なんて、もう完全に肉体作っていってるところで、小さくするよりも大きくしてますね、はい、あの時もね。あ、そうですね。うん。少し絞れてからちょっと、はい。そうですね。うん。すごい記録だと思います。いや、ほんとすごいですね。いろいろと参考になることをお互いあったと思いますけども。じゃあね、私がここら辺でね、Q&A を一旦お休みして、山根さんとミスタイムさんで、直接なんか、こう、はい、まあ、お話とトークをね、5分なり10分なりしていただければと思うんですけども、じゃあ、よろしくお願いしていいですか、はい、深谷さん。山根さんとミスタイムさん、お願いします。はい、あ、わかりました。はい。ということで。あ、ということで。と、山根さん、打ち合わせ。そうですね。通り。お行きましょうか。いや、行きましょうか。あ、じゃあ、それやってください。いや、一応、お互いに質問したいことを、うん、はい。50問ずつ考えて、お互いに提出し合ってる状態なんで、はい、それを今、発表していこうかな、お互いに。はい。50問を、まあ、1問1答みたいな感じで、あ、ノンストップで。50問ずつ、はい。やっていこうかと思います。はい、じゃあ、ちょっとお願いします。まあ、なんか3時間ぐらいかかるってことでは困るんですけど。はい、もう、サクサクいけるように。サクサク、はい。はい、テンポよくね。テンポよく、はい。はい。じゃあ、しばらく黙ってますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、僕から山根さんに。わかります。先によろしいでしょうか。ミスター M さん、それでね。はい。この質問内容を、はい、僕、その、ザクッとしか見てないんですよ。というのが、そこで即興でも、どういう答え方ができるかということ、ね。ああ、なるほど。それをチャレンジで。そうそう。よく YouTuber がやってられる、ね。ああ、まあ、すぐ、聞かれてすぐに答えるの。はいはいはい。ちょっと。あ、わかりました。わかりました。じゃあ、ちょっと、フォロー入れながらみたいな。はい。わかりました。はい。じゃあ、山根さんへの50の質問。はい。いきます。はい。1問目。身長は身長はですね、今測ってないんですけど、162ぐらいだったかな。結構小さいおっさんです。はい。はい。2問目、今の体重です。体重はですね、57キロです。はい。はい。結構スリムなんですね。はい。3問目、血液型。血液型は AB 型です。はい。4番目、足のサイズは足のサイズは 25.5 です。はい。5番目、1週間の筋トレの頻度は頻度、最近はほとんどね、してないんですけど、やっているときは1週間に2度ぐらいですね。はい。あ、わかりました。筋トレの時間はどれぐらいですか？時間はね、この、1回が、1回で、はい、1回がね、15分ほどぐらいですね。あったの。わかりました。それで週2回ぐらいってことですね。はい。はい。で、8問目、筋トレ中の怪我の予防で、なんかしていることありますか？怪我を予防するためにやってること。はい。怪我の予防、先ほどもね、言いましたが、はい、この、セーフティーバーっていうんですかね、はい。あれを用意したっていうことかな。あと、心がけていることは、そうですね。まあ、特にはないです。はい。あ、わかりました。はい。さあ、筋トレで重視していることは？重視していることは、もう集中して、はい、もう短時間でやるというのが僕はね、重視しています。はい。はい、短時間派ってことですね。はい。わかりました。はい。筋トレの、一番好きなアイテム、もしくはマシーンを教えてください。マシーン。はい。マシーンがその、一番好きな、そのベンチプレスですね。あ、わかりました、はい。はい。筋トレ中に聞くお気に入りの BGM は？はい。これはですね、
皆さん知っておられるかな、メガデスのね、トルネード・オブ・ソウルズっていうね、こうちょっとヘビーな曲があるんですが、あれをかけてやっております。はい、8分ぐらいの曲はい。あ、そのロック系とかですか。そうです。はい。あ、なるほど。12番、好きなご自身の体の部位は好きな部位、特にはないんですけど、こう、大きくしたいっていうのが、この胸の大胸筋がね、はい、が好きですかね。まだ小さいですけど、はい。わかりました。13番、はい、大きくしたい部位だったんで、それは、じゃあ大胸筋ってことですね。大胸筋。わかりました。はい。はい。じゃあ14番、一番好きな胸のトレーニングは？これベンチプレスですね。ベンチプレス。はい。はい。で、一番好きな背中のトレーニングは？背中は、これは、デッドリフトですかね。あ、下から引っ張るやつですね。下からもう直に引っ張るやつ。ああ、わかりました。はい。次。肩のトレーニング、好きな、一番好きな肩のトレーニング。肩ね、あんまり好きではないんですけど、このサイドレイズっていうんですかね。あ、横に上げるやつ。横に上げるやつですね。はい、はい。わかりました。ありがとうございます。17番が、はい、好きなですね。腕のトレーニング。腕ですか？腕はこの、はい、ちょっとこれど忘れしたな、このカールですか、アームカール。アームカール、アームカール。ダンベルですか、ダンベルです、ダンベル。はい。ありがとうございます。次、18問目。一番好きな足のトレーニング。足はね、これもね、あまり好きではないんですけど、これしかやらない、このバ、ど忘れ、バーベル。バーベル、バーベルスクワット。あ、バーベルのスクワット。はい、スクワットです。あ、ありがとうございます。はい。19番。一番好きなボディービルダー。いらっしゃいました。これはですね、はい、きっかけとなったのもあるんですが、まあ、今現役ではないと思うんですけど、はい、北島達也さんっていうね、こうムキムキな YouTube をされている神の、そうそう、神の7秒間の方ですね。あと金金さんですかね、はい、YouTube をされている筋トレ YouTube 界で有名な、はい、あ、なるほど、ありがとうございます。で、20番、好きな俳優さん。俳優さんはですね、これはミスター M さんと被ると思うんですけど、はい、西島秀俊さんですね。ああ、なるほど。僕も好きです。香川さんですね。香川さんも好きです。香川さん。香川照之さんですかね。はい。はい。じゃ好きな映画は？映画はですね、はい、映画ですよね。はい、映画です。映画はね、このトップガンですね。戦闘機の、今度また放送され、トップガンマーベリックっていうんですかね。はい。このまた公開されるトム・クルーズが出る。ああ、トム・クルーズさんの。あと、その、昔からよく見てるランボーとかね、はい、ロッキーとかね、あの映画好きですね。はい。覚えてます。22番、好きなスポーツで、球技でお願いします。あ、球技はね、僕はもうバレーボールなんですよ。あ、バレーボール。バレーボール。小さいボールはダメなんで、はい、バレーもやってたんでね、ずっと。はい、ああ、されてたんですね。はい。はい。じゃあ23番、好きな格闘技は？格闘技はやっぱりね、うん、空手とかの K1 とかね、はい、ああいう感じが好きですね。はい、はい、で好きなスポーツ選手は？スポーツ選手、これは何でもいいんですかね。あ、何でも大丈夫です、どのジャンルでも。スポーツ選手ね、ちょっと浮かびませんね。じゃあ好きなプロレスラー。プロレスラー、はい、プロレスラーもこれ今はやってないんですけど、まあ、元気じゃなくても可能です、ね、うん、よく見ていたのタイガーマスクですね。あ、なるほど。プロレスの、はい、はい、タイガー、好きな女優さんは？女優さんはですね、はい、こう今も特にないんですけど、昔でも構わないです。昔のはね、はい、ウィンクのね、アイダーショープさんですかね。あ、なるほど、はい。好きな、ですね、アイドル、次は歌手。歌手、はい、歌手は尾崎豊さんとかね、はい、が今パッと浮かびましたね。はい、はい、次、好きな曲は？好きな曲、はい、曲ってね、まあ、特に音楽全般好きなんですけど、先ほども言いました、はい、こうヘビメタとかね、ハードロック系。そう、筋トレ中に聴くようなのが好きですか？好きですね、はい、アコギで弾くのは、はい、静かな曲が。ああ、なるほど。ね、バラード系みたいな感じ。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。じゃ30番いきます。好きな YouTuber は？好きな YouTuber はですね、そうですね、ミスター M さんを含めたこの
速稼塾の YouTuber さんですね。はい、ありがとうございます。です、はい、はい、好きな、あ、ごめんなさい。今後 YouTube でやりたい企画は？やりたい企画。はい。ね、今日もね、ちょっと久保さんにちょっと了承を得てね、ここで僕の YouTube ライブもやってるんですが、はい、まあこういうこと、ライブをやったりですね、このズームライブとかをね、はい、取り入れたい。はい、でこう皆さんとちょっと交流をもっと深めていきたいかなと思っています。あ、はい、ありがとうございます。32番、好きな作家さんは？作家さん、ちょっとこれも浮かびません。パスでもいい。じゃあ、はい、本でもいいです。本もね、はい、本作家さん、なんか、雑誌でもいいかもです。よく読んでる雑誌とか雑誌ありましたら、ね、その名前は分からん、最近です、まあ、鬼滅の刃の、この漫画家さんというか、はい、鬼滅の刃をご覧になってるってことですか？そうです、はい、ありがとうございます。好きなお笑い芸人さん？お笑い芸人さんは、まあ、亡くなられたんですけど、はい、この志村けんさんとか、ね、あ、はい、はい、好きですね。食事は自炊と外食、どちらが多いですか？そうですね、外食は、まあ、たまに、まあ、今の時期だから、まあ、あんまり行けないんですけどね、だから、まあ、はい、家でね、食べてますね、はい、自炊で、はい、はい、で、食事で気をつけてらっしゃることありますか？あのね、この年で恥ずかしいんですけど、あんまり気をつけてないですね。月に食べてらっしゃる。月に食べてます。わかりました。はい、じゃあ、主な、はい、食事内容どんなものが多いですか？そうですね、まあ、大体ね、僕日本人なんですけど洋食とかが好きでね、はい、あの、まあ、ご飯はもちろんまあ食べるんですが、はい、洋食とかがね、ああ、洋食って言うと、あの、カレーライスとかハヤシライスとか、とか、まあ、オムレツとか、まあ、スパゲティとかですね、そういう、というのが好きかな。はい、はい、そんで、ここから関連しまして、好きな料理は？好きな料理はね、やっぱりこうスパゲッティとかね、オムライス、はい、洋食ってことです。ハンバーグとか好きです。なるほど、はい、ダイエットする場合はどんなことに気をつけますか？ダイエットする場合はね、やっぱり以前ね、こう体重を減らそうとばかり思ってたんですけど、やっぱりね、はい、体重だけじゃなしに、この鏡に映る自分を見て、はい、ダイエットできたかどうかっていうことをね、はい、ああ、なるほど、はい、はい、あ、僕も同じです。はい、はい、ありがとうございます。続いて、好きな焼肉のお肉の部位は？部位は、あの、牛でしたらカルビですね。ああ、なるほど、はい、はい、好きなおにぎりの具は？おかかですね。あ、渋いですね。好きな飲み物は？飲み物、はい、飲み物、ビールですね。はい。あ、なるほど。今日の朝ごはんは何でしたか？パンです。パンです。あ、はい。わかりました。今までやったことがある習い事？習い事はですね、はい、そろばんと、あと空手とか、はい、習字だったかな。はい。はい、入ってます。はい、好きな、サプリメントありますか？サプリメントはですね、こう、プロテインの、あれ何だったかな、オプティマムニュートリションっていう、なんか海外のね、はい、この、あ、海外のプロテインですね。あ、はい、はい、はい。好きなプロテインの味は？味はチョコレート味が好きですね。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと問いますが、初恋は何歳ですか？初恋はね、多分中学校ぐらいだった。たかなと思いますね。それよりも、うん、多分ですね。はい。中学校。ありがとうございます。筋トレ女子は好きですか？はい、あ、筋トレ女子でも大好きですね。はい。はい、ありがとうございます。あと残る2問です。はい。西粟倉さんの好きなところをお願いします。はい。好きなところはね、よく撮影で行く、こう、やっぱり 山とかね、はい、見晴らしのいいところが好きですね。はい、山ですね、はい、ありがとうございます。あと、おすすめのスポットを最後に教えてください。
おすすめスポットはもう西アクラスのすべてです。皆さんいらっしゃい。よくわかりました。私から以上で、はい。はい。ありがとうございました。どうも。はい。ということでね、今度は僕の方からミスター M さんにね、質問をしていきたいと思います。お願いします。いいですか？お願いします。はい。身長は？はい。身長180センチです。はい、縮んでるかもしれません。はい。はい。じゃあ2番がね、足のサイズは？足はちょっと大きめで28センチです、ね。28センチ。はい。大きいですね。3番、血液型は？血液型、O 型です。O 型。はい。4番目、右利きですか、左利きですか？右利きです。右利きですね。はい。5番目、生まれ変わったら犬になりたいか猫になりたいか。猫になりたいです。おっとりした感じなんですね。好きな色は？好きな色はコバルトブルー。はい、おー、鮮やかな青色が好きです。はい。好きな食べ物は？好きな食べ物、お寿司、お蕎麦、パスタ、焼肉です。焼肉ね、やっぱり。はい。好きな女性のタイプは？好きな女性は家庭的で明るい方です。はい。なるほど。はい。最近見た映画は？最近見た映画は久保さんからご紹介いただいた、あれね、カンフー映画のイップマンですね。はい。イップマンシリーズです。イップマンシリーズ。おすすめです。自分をドラえもんのキャラに例えると、のび太くんですね。のび太くん。はい。はい、11番がですね、はい、自分を芸能人に例える、はい、僕は西島さんを意識してますんで、似てますね、渋い路線でいきたいと思います。髪型もね、この前、はい、山根さんとちょっと同じ方向を見ていきたいなと思います。行きましょう。自分を野菜に例えると、野菜はですね、かいわれですね。かいわれ。はい。生命力を。生命力っていうこと。はい。子供の頃の夢は？子供の頃は、夢が持てなくて苦しんでいました。はい。M さん、面白いな、やっぱり。現在の夢は？現在の夢は、そうですね。そうですね。僕は、強制労働10年、ホームレス5年っていうことで、いろいろ諦めかけてきたんですけども、まあ諦めかけたものを持ってみたいっていうのがありまして、まあ具体的には、そうですね、もう経済的な自由、あですね、時間的な自由、あと親孝行する時間、うん、あとそうですね、あとまあ彼女、家庭、子供っていうところに挑戦したいと思います。ね、僕と一緒ですね。はい、あ、よかったです。はい、行くなら山か海か。海です。あ、これもね、近いな、僕と。行くなら森か川か。川です。川ね。はい。はい、17番。お風呂で最初に洗うところは？最初も頭ですね。頭ね。はい。歯を磨くのは上からか下からか。いつも下です。下、あ、同じですね、はい、それも。あ、なるほど。よかったです。好きな都道府県は？都道府県は、僕は東京が好きです。東京ね。東京に憧れて上京しましたので。もう憧れはありますね、東京ね。はい。はい、付き合うなら、高身長の女性か、低身長の女性か。はい、どちらかというと、低身長です。ああ。はい。付き合うなら、茶髪か黒髪か。はい、茶髪の方。ですかね。はい。嫌いな食べ物は？嫌いな、インスタントな食べ物。ああ、かね、はい。はい。嫌いな色は？嫌いな、灰色です。灰色ね。グレーっていうんですかね。グレーね。はい。生まれ変わるなら男か、男になりたいか女になりたいか。男がいいです。男ね。はい。次が、海パンはトランクス派かブリーフ派か。これトランクスです。トランクスね。そんなに。ブリーフ似合いそうなんだけどね。ブリーフの似合う男には なってみたいですけど。次は、お化けを信じますか？お化けは信じません。信じない。はい。お化けを、だから、見たことはありますか？ないです。ないですね。はい。
幼稚園の頃時のあだ名は幼稚園はマー君ですね。マー君。マー君。はい。今度はマー君と読みましょうかね。自分で自分につけたいあだ名は自分につけたいのはロッキーでつけたいです、ね。ロッキー。ロッキー。わかりました。今度はロッキーと読みます。どうかも。次はね、まだこれ飛びますが、UFO を見たことありますか ?UFO はありません。ありません。はい。宇宙人に遭遇したことはありますか？宇宙人はありません。はい。行ってみたい国は？行ってみたい国はアメリカ。アメリカの。ロスの。ロスね。あのゴールドジム。行ってみたいです。一緒ですね。一緒ですか？似てるな、なんか。将来住んでみたい国は？僕は日本にいたいです。そうですね。住んでみたいのは同じですね。はい。はい、住むなら都会のタワマンか。田舎のプール付きか。あの、一回タワマン住んで、見てから考えたいです。ですよね。住みたいです。一回ね。一回ちょっと、どんなものなのかなっていうのは。わかりました。はい。カラオケで一番最初に歌う歌は？はい。そうですね。ダパンプさん、USA。あ、USA。はい。わかりました、はい。嘘をついたことはありますか？嘘はあります。ありますよね、そりゃ。はい。はい、ここでね、10万円あったら欲しいものは何ですか？はい、今すぐでしたら、YouTube で、YouTube ライブをするのに、なんかビデオカメラでなんか映せる、なんか機材があるみたいなんですけど、それを買いたいですね。10万円ぐらいで買えるんですか？多分そんぐらいで買えると思います。はい、じゃあ次はね、100万円あったら欲しいものは？これもですね、やっぱ僕の今の YouTube 活動をより良くするための環境づくりに投資したいです。はい。はい。今何個目の、何個目の質問ですか？39ぐらいだと思います。これ当たってますね。あ、当たりますか。次は40問目ですね。和食派ですか、洋食派ですか？山根さんの反対で和食です。あ、和食ですか。ちょっと変わってきました。変わってきたんですね。はい、あ、そうか。はい、41番、朝起きて一番にすることは？プロテインを飲みます。はい、そうですね。はい、筋トレ中はまあ朝、昼、晩とかも途中にも飲みますもんね。あ、そうですね。食事の間に入れていきますね。はい、はい。筋トレの好きな種目は？好きな種目、懸垂が好きです。懸垂。はい。筋トレのモチベーションを維持する方法は？はい、これ僕の限定になってしまうかもしれないですけども、高校2年の秋に不良ヤンキーにカツアゲされたことを思い出すことです。なんかその話も聞いたことあります。そうするともう燃えてきます。引き締まった体を見た周りの反応は？誰かわからなかったって言われました。ね、言われてましたね。はい。はい、人に筋トレを勧めるとしたら、最初は何の種目から勧めますか？はい、あ、最初はですね、その場でできる種目ってことで、腕立て伏せと、スクワットですかね。はい。やっぱその習慣化してもらいたいので。ですよね。はい。最近ハマっていることは？最近はですね、お肉を美味しく焼いて、ガツガツ食べ込んでいくことです。はい。なんか、ズームね。はい、焼肉の話もありますもんね。あ、今、準備してます。10年後の自分に言いたいことは？10年後はですね、はい、自分に、誰かを幸せにできていますか？はい、聞いてみたいですね。お、はい、はい。今年の目標は？今年の目標はですね、YouTube 活動を通してですね、まあ、どうにかして、人のお役に立って、収益を得ることです。はい。はい。自分の YouTube チャンネルの登録者さんの、はい、登録者数の目標は？はい。今、250名くらいの方いただいてるんですけども、そうですね、1000人っていうところに、そうですね、目指していきたいです。そうですね、頑張りましょう、はい。はい。ありがとうございます。はい、最後です、これがね。最後まで見てくださった方へ、感謝の気持ちを伝えるとしたら、どうぞ。はい。最後までご覧いただきまして、
ありがとうございます。この2021年、ガチンコマッチョクラブますます、ガチンコで、日々精進してまいりますので、よろしくお願いします。以上です。はい。はい。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ね、ミスター M さんも、それから山根さんも、今までとは違った角度でね、Q&A が見れて、私もすごく新鮮な気持ちで、また、YouTube 見れそうだなと思って、非常に楽しく聞かせてもらいました。合計100問。ああ、結構駆け足でしたけども、なんかね、自分の心の中でも、あ、俺だったらこう答えるなって考えちゃいますね、これね。ついつい引っ張られますね、これね。はい。ということでね、Q&A は終わったわけなんですけども、粋なコーナー作ってくださいましたね。うん、で、やっぱりこう、今日はテーマが筋トレなんで、それにちなんだ Q&A が多かったと思うんですけども、途中でもちょっと出てきたんですけどね、私たちはやっぱり、モデルにする、まあ、トレーナーといいますかね、映画スターとかアクションスターとかいるわけなんですけども、まあ、私はね、もう類に漏れず、シルベスター・スタローンが大好きで、最近もね、ロッキーの続編のクリードってのを、こう見て、で、まあ、感動しちゃったわけなんですけども、まあ、クリードの3がね、来年始まるってことで、もう今からね、よだれ垂らしてるわけなんですけども、あとはちょっと前だったらね、カンフーのイップマンっていうシリーズ。あ、これもね、なんかね、3年ぐらい前からずっと見てるんですけども、いや、やっぱね、アクション最高だわと思うわけなんですよ。で、ここまでは私のね、考えですけども、それからさっきね、山根さんがメガデスのトルネードオブソウルスで出てきて、すごく嬉しかった。あの曲私も大好きで、ね、もうね、CD が擦り切れるほど聴きました。で、首もだいぶ痛くなるぐらい回したんで。ただ、ギターでのコピーは無理だったですね。さすがに。ああ、難しい。あれね。早いね。早いね。はい。ということでね、山根さんからまた聞いてみたいんですけども、改めてあるんですけども、目標にするとしたら、肉体はどんな人が浮かびます？肉体はですね。はいはい。そうですね。もう、結構ね、筋トレしだした頃は、こう結構ムキムキな、こう、うん、本当にマッチョな体と思ったんですが、そこは難しいかなと思ってね、一番ね、やっぱりパッと頭に浮かんだのがね、こうブルース・リーのようなね、こうちょっと細い、細身で締まった、はい、あんな体、まあ、なれるかどうか分からないですけども、あの目指したいですね、ブルース・リー。ね、そうですね、はい、東洋系の細マッチョといいますか、はいはい、なんか、ジャッキー・チェンもね、なんか、ムキムキっていうよりも、なんか、スタイリッシュな、スーツの似合う、こう、筋肉マンですよね。で、そこ行くと、まあ、肉とね、ワインばっかり飲んでる西洋人は、もうほんとすごい、こう。あ、何？メガネスのメンバーもみんなプロレスラーみたいな体してるの。なんか、まあ、ヘビーメタルとかね、やってる人、みんなすごい体ですね。全然叶わないなって思うところなんですよ。ミスタイムさんはなんか憧れの肉体って、はい、今浮かぶのどんな方がいます？今僕のハリウッドスターのですね、うん、スキンヘッドのドウェイン・ジョンソンさんっていうのがいるんですけども、はいはい、ワイルドスピードとかに出てるムキムキのボディが、うん、そうですね、うん、からもうパッと見ただけでもカツアゲしたくないなと思われるようなボディにしたいと思ってます。今ミスター M さんカツアゲしたいと思う人いないでしょ。やられちゃいそうです。、うん、でもやっぱね、無言の肉体が語るものってありますよね、はいはい、やっぱり鍛え抜いた体っていうのは。そうですね、うん、肉体で語れるような感じになりたいです、うん、そうね、いやいや、いけると思いますよ。じゃあね、今日はまた順番に聞いてみたいんですけども、まあ、筋トレがテーマなんで、山根さん、今年の筋トレ目標みたいなのを軽く今考えるとしたらどんなことがあるかなと、はい、まあ1月なんで、改めてこれから設定するとしたら何か思いつくことあります？はい。目標はですね、やっぱり今ちょっと筋トレ寒いから中断してるんですけど、うん、それをもう、こう継続してね、こうやっていこうかなと、うん、いうのがまあ目標ですね。うん、それでこうベンチプレスでもこう重量をちょっと上げていったりとかですね。はいはい、怪我のないようにね。そうですね。っていうのが、はい、目標というか、うん、はい、になります。
じゃあまた動画出してください。はい、やります。あの、ロッキー4のシルベスター・スタローンがね、雪山を登るシーンって頭に浮かびます、はい。はい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 。あれを西アーカラソンで再現してください、今の時期。あ、やりましょうか。やりますやります。四つん這いでこう。わかりました。あのパロディーをぜひ。これ絶対やります。ありがとうございます。まあ、それを直近の目標でお願いします。はい、ありがとうございます。いや、あとね、あの、天気予報やってほしい、やっぱり今は。あ、そうですね。全然違うもん、西アクラソン。あれ、師匠、あれな、そういう天気とかをやっぱり上げると、結構視聴者さんが多いんですよね、あれはなんでなんですかね、あの、その地域の。結構ね、気になるんですか？気になるんですかね、やっぱり、うん。あのね、やっぱりね、朝の6時とか7時にね、天気を YouTube でやると、はい、多くの方は道路状況とか、特に雪が心配されてる時とか、はいはいはい、気になって見ちゃいますよ。あの、テレビっていうのは、どっか、例えば広島だったら、中区の中心部の、本当にね、街中のところをこうやってサテライトで映るだけなんで分かんないんですよ。はいはいはい、でも、ローカルな、本当に、何町の何丁目みたいなところが映ってると、うわ、大変やな、みたいな感じで、これは面白いんですよ。やっぱり、ローカルコンダクターですね。あの、中根、山根さんは。ツアーコンダクターのローカル版の。それは貴重な映像だと思うんで、はい、ちょっと試しに天気予報もね、なんかやってみると面白いんじゃないですかね。はい、本当3分くらいで、1分くらいでもいいんで、はいはい、見たいですね。西アクラソンの天気は別世界なんで。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ミスタイムさん、今年の目標はどういうふうにしていきましょうか、はい、なんかいろいろと企画もね、はい、一緒に立ったりもしているんですけども、はい、個人的な目標としてはどんなことが、はい、個人的には、そうですね。うん、今、そうですね。で、こう、余計な脂肪は、だいぶ落とせたんで、うん、そうですね。ちょっと、筋肉を大きく していきたいんで、うん、そうするためには、なんか、一番いいのが、増量と減量を交互に少しずつやるのが、筋量を増やすのにいいっていうのを聞いたんで、うん、それにちょっと、トライしてみようかなと思ってます。うん、あ、すごいですね。はい、ぜひね、そっちの方向もこう進めてほしいなと思うのと、あとやっぱり誰かをちょっとね、はい、仕上げたいですね。誰かこう弟子というか、なんというか、はい、わ、このお腹がこうなりましたみたいなね、今度人を、そうですね、こうね、はい、うん、で私からのね、ちょっとね、まあ提案なんですけども、目標にしていったらどうかなっていうのは、最近ね、そのノートっていうアプリがあるんですよね。はい。このノートっていうのは何かっていうと、まあ、ブログの簡単なやつみたいな感じなんですよ。はい。で、そこに一定のノウハウを書いて、数百円とかで販売していくと、ちょっと手に取っていただけるみたいな。はい。そういった手軽な電子書籍みたいなのが、はい、今、割と去年の、うん、そうですね、夏あたりからだいぶ目立ってきたんで、そういうのはちょっと頭の片隅に入れながら、ノウハウをね、はい、メモるつもりで、ついでに販売するみたいなルートもあるんですよ。本当、メモ帳みたいな感じで、今日のメニューみたいなのね、はい、1週間のメニューとか。ああ、なるほど。ああいうのだったら普通にこう、頭の中に書いてるじゃないですか。それを、そうですね。文字化して、自分の肉体が欲しい人は、7月のメニューはこうだったよとか、8月はメニューはこうだったよとか、はい、1年間通じてやったら、じゃあ、まあ、特売価格で行くよみたいなんで、値段がいいと思うんですよね。はい、もちろんそれ、売れなくても損害はないじゃないですか。はい、まあまあそうですね。自分の記録だったり。そうですね。自分の記録のつもりで、まあそれをついでに商品化するみたいなね。はい、そんなのもちょっと頭の隅に入れておくといいかなと思います。はい、結局私たちは自分の成功事例を商品にするっていう、はい、そういうふうなね、攻め方がビジネスになっていきますから。はい。十分ね、肉体改造は成功したんでびっくりしますね。本当すごいですね。はい。というところでね、一通りお話を終わって50分が過ぎたんですけども、今日せっかくなんで、すごいね、思ったよりもたくさん来ていただきましたね、山根さんね。嬉しいですね。今、何名ですかね。9名から10名ですかね。はい。ちょっとね、無理じゃなかったら、皆さんにもちょっと一言ずつ、今日どうだったか聞けないかなと思うんですけども、一旦マイク外していただいて、お一人ずつ、顔は出さなくても構いませんので、急にだとね、無理な方がいらっしゃると思いますんで、ちょっとお声が聞けたらいいなと思いますんで、ちょっと上から順番に聞かせてもらっていいかな。ちょっと無理な方はね、そのまま無言でしばらくいたら
察して切り替えますんで、よろしくお願いします。可能な方からちょっとマイクをこれからね、ミュートの解除を求めていきますんで、HEJ さんから、もし可能だったらね、今からマイクのミュートを渡しますんで、可能だったらちょっと一言いただけたらと思います。いかがでしょうか。HEJ です。持続、継続していくための秘訣、また、目標としていることは、日々どういうふうに思っていらっしゃるんでしょうか。お願いいたします。じゃあ、山根さんからお願いします。継続ですかね。継続していくっていうこと、もう自分が、とにかく楽しむっていうことはね、一番大切かなと思っています。はい。ありがとうございました。はい。ミスタイムさんを。はい。そうですね。自分に対する挑戦っていうところで、自分の場合ずっと来てるので、そうですね。その最初に、初心をずっと燃やし続けてるっていうところですね。私の場合は。はい。ありがとうございます。なかなか私も継続できなかったもんですから、はい、参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。HEさん。もしよろしかったらね、何か筋トレでも何でもいいんですけども、継続の秘訣として、誰かとキャッチボールするといいと思うんですよ。こんなことをしたんですっていうふうに、例えばミスター M さんとか山根さんにメールを送っていただいたら、必ず返事来ると思いますんで、それがね、多分ね、なんか誰かに聞いてもらえる、そして誰かから答えてもらえるっていうのが、ものすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、山根さんそんな、山根さんもね、そうですけども、特にミスター M さんがそれ感じたんじゃないですかね、この1年は。そうですね。僕は本当に久保さんとやりとりさせていただいてたんで、すごい、そうですね。モチベーションいただきましたし、そうですね。楽しかったですね。すごい、一人でやってる感じはしなかったので、非常に楽しかったです。ずっと久保さんと、こう、コミュニケーション取りながらやってるっていう感じだったんで、本当にこう、リモートジムって感じだったですね。そうですね。すごい楽しかったです。はい。HEJ さんも、こういったやり取り参考にしてみてください。ぜひ、ご連絡差し上げたいと思います。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと切り替えさせていただいて、ミュートに入らせてもらいますね。次はですね、コウジさん、お願いします。コウジさん、今お話できます？聞こえてますか？はい、聞こえてます。こんにちは。特化塾1年生の川原浩二と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんばんは。お世話になってます。ですね、筋トレっていうのは、僕はしたことがなくて、スクワットをね、挑戦しようと思って、一回、50回やったかな、50回を5セットっていうのを、挑戦してみようと思って、やったんですよ。そしたら、膝を言わされてしまって、3日ぐらいは続いたんですよ。筋肉痛になりながらも、スクワットを、もう本当のスクワットで、もう完全に腰を完全に下まで下ろしてっていうのを、50セットを3回やったか、30セットを5回やったか、ちょっと忘れましたけども、今から何年か前にやって、で、それから以降ね、膝を言わしてしまって、痛めてね、はい、それからはもう、握力も全然ないし、っていうような感じで、今はもうとてもじゃないですけど、腕立て伏せ一回したら多分もう終わりっていう感じですかね。やっぱ無理しない方がいいですね。でもその辺はね、年齢が年齢なんでね。でもこれからもね、健康については筋トレだけじゃないですから、
まあ、気を使いながら、元気にやっていけたらなと思います。はいはい、なんか山根さんとミスター山さんに、こう、応援のメッセージなどございますか？そうですね。山根さんとはね、ちょこちょこね、はい、やりとりさせていただいてるんですけど、ミスター M さんとは、ちょっと連絡先もわからなくて、多分、お初になると思うんですけどもね。これはどういうんやろ。今、山根さんは、冬の間は筋トレしてないっていうことを、おっしゃっておられたんですけども、ミスター M さんって、こう、動画を拝見させていただいてると、なんていうんですか、上からぶら下がってやるの、単管に、うん、ね、ホームセンターの、あれですよね、自在金具で作って、で、グローブみたいなはめて、なんて言うんですか。チンニングって言うんですね。懸垂。ああ、あれって実際どのくらい連続でできるもんなんですか？はい、お答えください。あ、マイクが入ってないかも。はい。あ、聞こえますか？はい、聞こえます。あ、僕は持ち方にもよりますけど、多分、一番楽な持ち方にしても、多分10回が限界だと思います、今だと。すごい。結構体重が重いので。あ、はい、まだ90だもんね、体重ね。そうですね、94、5ぐらいですね、今。うん。はい。すごい。身長180。ぐらいですね。そうですね。180ぴったりぐらいです。だから、事務長さんと一緒ぐらいですよね。そうですね。あ、多分そうですね。はい。はい、でかいですね。ちょっと筋トレとは関係ないんですけども、ミスター M さんは、はい、事務長さんと直接お会いしたことっていうのはありますか？はい、あ、直接はないです。先月ね、惜しかったですね。そうですね、先月予定してたんですけども、ちょっと世の中的に難しいということで、うん、はい、ちょっと流れてしまいました。延期になりました。はい。なるほどですね。はい。またね、私も塾長さんとね、はい、直接お話し、ね、リアルに、はい、で一回お話しさせていただきたいんですけども、はい、なんせキャッチフレーズが毛もない歯もない金もないですからで今ちょっとギリある方のところにね、明日から仕事のお手伝いということで、はい、三重県の桑名市の多度町というところで、うん、親方さんのお家にねお邪魔させていただいてるんですけども、はい、そこでちょっとね、体力と、はい、これからアルバイト料をいただいてですね、で、塾費のお支払いに当てたいのと、っていうのを、はい、考えておりますけども。はい。浩二さん、また私ともズーム対談やりましょう。はい、ぜひともお願いいたします。はい、じゃあありがとうございます。山根さん、ミスター M さん、ぜひね、浩二さんともこれからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあすいません、インタビューをね次の方に返させていただきますね。次は高田さんでいいかな。高田さん、お願いします。はい、あ、どうもお疲れ様です。いつもありがとうございます。今日もお越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろお邪魔して申し訳ないです。はい。ですね、ちょっと筋トレの話とは関係ないんですけど、はい、一応端くれの YouTuber としてですね、大先輩のミスター M さんと山根さんにお聞きしたいんですけど、ネタなんですけど、はい、毎日投稿されてるとその辺がやっぱり苦慮すると思うんですけど、はい、特にミスター M さんなんかは、はい、結構その、やり尽くしたというか、その分からないんですけど、筋トレのとかどれだけあるかは。はい。その、行き詰まったりしたときは、どうやってデータ作りをしてるんですかね。
正直申しますと、僕のちょっとネタは、逆に僕は自分が今想像しているものに追いつけてないっていうのが現状です。ネタばっかりすごい頭浮かんでるのに、うんうんうん、行動が追いつかないっていう状況です。発信が、もうネタはいくらでも浮かんでしまうんですけども、はい、どう答えればいいんだ。でもそれじゃ答えにならないですね、そうすると。うらやましいね。なんかネタ帳みたいな感じの書いてらっしゃるみたいな。ネタ帳は作ってますね。やっぱり山根さんもそうなんですか？僕もそのネタはいつも頭の中で考えてるんですけど、塾長がね、教えてくださったのが、手持ちのカードを使えということなんで、もう僕はもうカテゴリーっていうかね、僕はもう何でも放送するんで、これ、専門分野がどういうんかね、これ一本で行くっていうんではないんで、割としやすいですね。もう例えば、今日はちょっと腹が減ったからラーメン食べようとか言って、頭に浮かんだらそれをやってみるとか、今日は、よし、あの木に登ってやるぞとか、最近だと鬼滅の刃、よし、これ、日輪刀を作ってやってやろうとかね、そういうとか、あと子供さんとの今ね、関わってる仕事なんで、子供さんからヒントを得たりですね、もう目についたものをよしこれやってみようというふうに、どんどんなんかねネタないなと思いつつ湧いてくるっていうかね、もう何でもやってやろうという感じでいますので、はい、そんな感じです。はい、さあ、わかりました、ありがとうございます。高田さん、うん、あと僕はなんかシリーズを最初に決めたりすることはありますね。なんとかシリーズっていうんだったら、それは多分しばらく出せるんで、その系統で、はい。だから最初にこれってピンポイントで決めるんじゃなくて、なんとかシリーズっていうのを探してみたりすると、やりやすいかもしれないです。そうですね。僕も一つだけ今、勝手に動画を送るというシリーズと、勝手に動画を紹介するっていうのは、久保さんの話から、僕は久保さんの話を全部聞いて、松潤さんに送ってるやつとか、ミスサイムさんに送ってるやつを、なるほどと思って、僕はそれを真似しようと思ってるんですけど。もう、それを一つできているじゃないですか。以上です。はい。高田さん、ありがとうございます。ぜひね、時間に困ったら、勝手に送ったシリーズを順番に、返事は来ないだろうけど、芸能人、政治家に向けてやってみてください。無限ですから。結構ね、その有名人のファンの方が見てね、勝手なこと言ってんじゃねえって、ちゃんとコメントくれますから。怖いコメント。まあでもね、本当ありがとうございます。いつも気にかけていただきまして、はい。またお会いしましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、これを機会に山根さん、ミスタイムさん、高田さんとまた関係が深まっていただけるとありがたいです。はい、それでは次の方にマイクを移しますね。重吉さんよろしいですか？お話できます？可能でしたらお願いします。はい、お、声が聞こえたかな？はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。あれ？声が聞こえてますよ。はい、こんばんは、重吉文人と言います。見えた。はじめまして。どうもどうも。はい。あります。重吉さんもね、ミスター M さんと山根さんに、今日の感想なり、お声掛け、励ましなどかけていただければ幸いです。はい。そうですね。ライブ配信っていうことだったと思うので、お二人とも初めてじゃないかもしれないんですけれども、お疲れ様でした。どうですかね、緊張されましたかっていうことを聞きたいですね。緊張されました？山根さん、三沢山さん。緊張しましたね。いつも緊張してます。ですよね。はい、はい、大変お疲れ様でした。やっぱり準備にはたくさん時間かけられたんですか？そうですね、準備、お互いに。山根さんと連絡を取らせていただいて、打ち合わせしました。打ち合わせ、はい、ありがとうございます、はい。その成果が出てたと思います。楽しかったです。ありがとうございます。何を隠そう。そんな重吉さんとは、私と一緒にまたライブも決まっているということでございます。
宣伝させてもらいますけども、はい、ね、日程は、そのいくら、いつだったかな、カレンダーに書いてるんだけど。いつだったかな、日程いつでしたっけ。30日の予定ですね。そうですね。30日の21時から。はい。ね。よろしかったらまたいらしてください。テーマはね、なんとね、びっくりですよ。なんかね、1日1食で、スーパーボディね。その秘密に迫るということで。いや、これはびっくりですね。本当に1日1食。いやー、16時間断食って、久保先生も、調べて、そうそう、16時間おっしゃってたんで、そうですね、8時間、そうですね、残った8時間の間で、うん、必要なエネルギーを食べるというものなんで、別に一食にしてるわけではないです。あ、すみません、はい、まだ私も誤解してましたね。その辺、細かく30日に、根掘り葉掘りいきますんで、よろしくお願いします。はい、いやでもね。そうですね。まあ正直。はい。重吉さんの、この、なんていうの、はい、体のバネとかね、動き、むちゃビビりましたよ、あれは。何ですか、スパイダーマンですか、あの動きは。なるほど。はい。すごいね。まあ調子はいいですね。おう、はい。じゃあその時またお願いしますね。こんばんは、ありがとうございました。はい。はい、皆さんいらっしゃい。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、重吉さん終わりまして、次はね、やすこの iPhone さんですけども、これはちょっといいかな、これ、大丈夫ですかね、難しいですかね、難しかったらそのまま、スルーされてくださいね。これ、ビデオの解消依頼になっちゃうんですけども、無理だったらそのまま、整えておいてください。多分これ、女性の方なんじゃないかなと思うんで、多分ちょっと遠慮されるかもしれない。僕の知り合いです。あ、そうですか。はいはい。ちょっとパスした方が良さそうですかね。ちょっと見るオンリーかもしれないんで。難しいかもしれない。はい。ありがとうございます。すいません。じゃあ、昔のギャルさんはどうですかね。すいません。可能だったらいいですからね。一応、ビデオの解消依頼を送りますけども、無理だったらそのままにしておいてください。昔のギャルさんも知り合いです。あ、そうですか。はい。さあ、後で山根さん、いろいろと盛り上がってください。はい、お越しくださいました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあですね、ご来場の方にもいろいろとお話を聞けたということで、貴重なね、お言葉いただけて嬉しいですね、やっぱりこれがね。嬉しいです。はい。励みになったと思います。それじゃあ、最後のコーナーの前に、ここでね、順番に山根さんから、今日の、はい、ご挨拶、一応ね、はい、お礼とご挨拶をしていただいて、その後、最後のコーナーに、行こうと思いますんで、まずは山根さんから皆さんにご挨拶お願いします。はい、今日はね、本当に皆さん貴重な時間をね割いて見に来てくださって本当にありがとうございました。やっぱりね、こう皆さんが見てくださるとね、よし、また明日からやってやるぞというね、こう力にもなりますんでね、本当に今日はありがとうございました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ミスタイムさん、お願いします。はい、本日は皆さん、ご参加いただきましてありがとうございました。私もですね、1年間続いたアガチンコマッチョクラブなんですけども、これからも継続していくということで、今日いただいたパワーを生かしていこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい、そうですね。はい、じゃあミスター M さんとはこれからね、オンライン焼肉会っていうのもありますんで、よろしかったらそちらの方にちょっとね、はい、顔出していただきたいなというところと、あとはね、今年はちょっと二人で男をちょっとね、追求していく男塾みたいなのを始めてみようかなというところですね。あ、はい、よろしくお願いします。ね、どんな内容にするのかまだほとんど決まってないんですけども、ただまあ、なんていうんですかね、まあ、昭和の男臭いところを追求していきたいなっていうね、なんとも、ほろ苦い懐かしいコーナーでございます。まあ、40代、昭和40年代生まれを中心として、男衆大歓迎と女性もまあ大歓迎なんですけども、そんなテーマでね、できたらと思います。また、内容詰め次第、皆さんにもお知らせしますので、お見知りおきをということですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、いよいよ最後のコーナーになりましたけども、山根さんの方からよろしいですかね、はい、お知らせください。はい。はい、お願いします。はい、最後ね、ちょっと、プレゼントコーナーということでね、
プレゼントを用意しております。はい。まずね、ちょっと僕の、これで出てるんですかね。出てますよ。出てない。はい、連絡先が Facebook のメッセンジャーか、もしくはね、はい、YouTube のコメント欄。もうね、はい、YouTube も Facebook も、この山根淳二とね、検索していただいたら、こう、出てきますんで、そこからね、今日ね、もし、この、見てくださって、ちょっとプレゼントが欲しいよっていう方はね、そこから、ちょっとね、これがね、まず、こう、西粟倉村のこのパンフレットなんですけどね、春、夏、秋、冬とね、こう、これちょっと、あるとこから仕入れたのと、それにつけましてですね、でね、これもね、西粟倉村の間伐材で作った、これはコースターなんですけど、もしこれがない場合は他のものになるかもしれませんが、これとこれをお付けするので、プレゼント欲しいよっていう方はですね、その、先ほどの、ここにね、プレゼントくださいというふうに言ってくださったら、プレゼントをお送りしますので、はい、よろしくお願いします。プレゼントコーナーでした。はい。よろしいでしょうかね。はい。じゃあ今ね、なかなか観光に行けないシーズンですんで、はい、ぜひね、観光に来てもらう意味で、今のプレゼント、いただけるんで、よろしかったらね、ご応募ください。ミスタイムさん、よろしいでしょうか。なんかはい。私はチャンネルの、はい。紹介です。はい。チャンネルの紹介。チャンネルの紹介、見えますでしょうか。はい、見えます。もうちょっと上にかざしていただくと。あ、いいですね。ちょうどいいです。はい。YouTube チャンネル、ガチンコマッチョ。ガチンコ、YouTube チャンネル、ガチンコマッチョクラブ。で、まあ、ミスタイムって入れなくても多分出ると思うんですけども、検索していただくと、私のチャンネル出ますんで、でそこから説明欄の方に、LINE アットのお知らせが書いてあるので、私何かご相談とか質問とか、おありの方はそちらからご登録いただければ、私が動画で返信いたしますので、よろしくお願いします。はい、皆さんメモはできましたでしょうか多分、よろしいんじゃないかと思います、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というところでね、今日のプログラムはこれで全て終わりでございます。ここでですね、ちょっとチャットが入ってるんで読まさせていただきます。さっきまでね、ライブに参加してくださった、花龍馬さんです。花龍馬さん、今日ね、お昼、2時間半ほど、私のまさにね、この、自宅に来ていただいて、しっかりとね、面談をさせていただいて、その面談というか対談かな、その対談の間中ずっとカメラ回してましたんで、もうすでにご覧になった方もいるかもしれません。まだね、29歳ということで若いんですけども、ただね、ものすごいパワーで1年間継続してくださって、ビジネスもね、結構広げてくださってます。なかなかいい男ですんで、お引き立ていただきたいと思います。メッセージはこう書いてます。皆さんお疲れ様です。ここまで大変楽しく拝見させていただきました。予定がありますので失礼します。ありがとうございました。ということでございます。また、なんかでね、メッセージのやり取りができればいいかなと思います。やっぱ YouTube ってのは人と人とすごく繋いでくれると思うんですよ。まさかこんな人とこんなに仲良くなるなんて思わなかったっていうふうに、今日来てくださってる方は、みんなね、思ってるんじゃないかなと思うんですよ。本当に不思議なもので、このスマートフォンをポチッと再生ボタンを押すだけで、そこに、大切な人がいるんだなってことに、改めて気づかせてくれますね。私はいつも思うんですけども、まあ、毎日のように放送させてもらってますけども、この放送を見てくださってる方が私にとっての恩人なんですよね。そして家族のように私付き合っていきたいと思いますんで、今日お集まりいただいた方、お互いに同じ気持ちだと思います。苦しい時とか辛い時もあると思いますし、特に今そういう時期だと思うんですよ。まあ、だからこそね、私たちは声かけ合って励まし合って、そしてなんかこう、気持ちをね、受け止め合ってね、やっていければなと思うんですよ。まあ、それが本当のガチンコマッチョクラブなのかな、筋トレなのかなって、心の筋トレと言いますかね。うん、鍛えなきゃいけないところは、やっぱりこう、そういうところなんですかなと思うんですよね。で、人間誰しも強いばっかりじゃないですから、弱っちゃう時もありますんで、そういう時はね、休んでいただくために、優しい声をやっぱりかけてあげないといけない時もあります。それがね、甘えだっていうふうに言う人はいますけども、そういう人はまあ、ほっといてね、甘えで何が悪い、違うね、裸で何が悪いって言った芸能人いますけど、
ね、我々はね、心を裸にして、もうちょっとね、肉体でぶつかり合っていきたいと思いますということで、無理やり筋トレにつなげようとしてるんですけども、よろしかったですかね。本当にありがとうございました。今日1時間20分ほどになりましたけども、こんな貴重な時間を持たせていただいて、本当に感謝しております。そして、最後までね、皆さんご覧いただきまして、嬉しいことこの上ないですね。はい。ということでね、山根さんもミスター M さんもお疲れ様でした。今日、これで放送終わってますけども、明日もね、寒いと思いますけど、皆さん、お体気をつけて、妙な病気が流行ってますけども、感染症がね、体を鍛えて、心を鍛えて、なんとか乗り切っていきましょう。そして、会いましょうね、いつね、いつか皆さん。本当にね。あれ、お会いしたいです。ちゃんと握手して、ビール好きな人はビールかっくらってね。もう、本当にそういう時間も欲しいですよね。本当に皆さんと会える日を楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。じゃあ、お互いにありがとうとともに、ログアウトしていきましょう。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。